Bienvenue au restaurant La Renaissance de l'Ambroisie à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Nous allons vous proposer des recettes à base d'haricots tarbés et pour cela, nous invitons à nous suivre en cuisine. え、今日は、haricots tarbés のクリームと、マグロの、たたきを作ります。材料を紹介します。haricots tarbés、マグロ、それからですね、だしとわさび、こちらがジュレの材料になります。醤油とニンニクのみじん切りと生姜のみじん切り、レモン汁、ゼラチン、砂糖、あとかつおだしですね。そしてこちらアリコのクリームになります。わさび、醤油、そしてクリーム。続きましてこちらが漬け汁になります。醤油とニンニクのみじん切り、生姜のみじん切りが入ったものです。あとこちら、盛り付けの材料になりますけれども、ニンニクのチップス、ニンニクオイル、シブレットの、みじん切り、カシューナッツのみじん切り、そして、サラダ、そして、ちょっと飾り付けのお花ですねになってます。まずはマグロの方ですね。こちらの漬け汁でマリネします。こちらの漬け汁、醤油とニンニクのみじん切り、生姜のみじん切りが入ったものです。漬けます。漬けましたら冷蔵庫の方に直します。20分つけます。続きまして、ジュレを作ります。こちらに、だしの入った鍋に、醤油とニンニクとみじん切りと、生姜のみじん切りが入ったものを混ぜます。そして砂糖、こちらも入れます。そして、一度鍋を沸かします。沸騰させます。一度、沸いたものです。ここに、ゼラチン、そしてレモン汁を入れます。ゼラチンをよく溶かします。こちらがゼラチンとレモンの入って一度沸いたものです。こちらこします。次に、こちらのお皿にこのジュレを流します。この状態にしましたら、冷蔵庫でジュレを固めます。次にですね、アリコタルベを、火入れしていきます。まずアリコタルベの方の、水気を切ります。鍋に戻します。ここに、こちらのだしを入れて炊いていきます。この状態でアリコが柔らかくなるまで、炊いてあげます。先ほど炊いた、アリコタルベの方を、半分ずつに、分けます。こちらが クリームの、アリコタルベになります。こちらは飾り用のアリコタルベになります。そうしましたらクリームを作ります。こちらに、クリーム、醤油、わさび、そして、こちらの方を、しばらく柔らかくなるまでまた炊いて、そしてミキサーにかけます。こちらが先ほどの、アリコタルベとクリームを混ぜてミキサーにかけて、かけたものですね。冷蔵庫の方で、冷やしております。ニンニクの方、ふたかけの方は薄くスライスして、オリーブオイル、こちらの方で揚げております。こちらが20分漬けた後のマグロです。よく水気を拭いてください。この後、たたきにしていきます。フライパンよく熱してください。こちらにオリーブオイルを少し引きます。こちらのトンを、叩きにしていきます。
この時にあまり長く焼きすぎないように表面だけを強火で焼いてください。このように表面だけ色がつきましたら冷蔵庫の方に直します。はい、そうしましたら、マグロの方を盛り付けていきます。こちら切ります。1人前8枚、このように丸い形に整えます。こちらの、袋の中にですね、アリコタルベのクリームが入っています。こちらでまず盛り付けていきます。このような形にクリームを流します。はい、続きましてこちらの飾り用のアリコタルベを盛り付けていきます。味付けをします。こちらのニンニクオイル、よく混ぜます。お皿の方に盛り付けていきます。次にこちらの香草をアリコタルベの上にのせます。次にですね、こちらのマグロの方をお皿の真ん中にのせます。続きましてこちらの、飾り付けの材料で最後の仕上げをしていきます。カシューナッツ、シブレット、こちらを、ニンニクオイルで混ぜます。そして最後の飾り付けに移ります。サラダの方はですね、こちらもニンニクオイルで味付けをします。はい、こちらがアリコタルベのクリームと、カツオのたたきです。12年私たちはタルプのレストランランブラージュで働いています。ピレネーの特産品をよく好んで使っています。アリコタルベもそのうちの一つです。アリコタルベはラベルルージュを取得しておりまして、肉料理、魚料理などいろんな料理に合います。品質もとても良く上品な味わいです。